今治市石前市書石前村は、愛媛県の東予地方にあった村である。2005年1月に、今治市、落ち郡11課、町村の合併により、地方自治体としては消滅した。またこの結果、愛媛県から村が消滅している。有人島は、岡村島、大下島、神戸島の3島。下記以外の項目は、 それぞれの島の記事参照。芸与諸島の岡村島、大下島、高下島の山島とその続島の無人島群からなる離島の村。西部では広島県大崎上島からのみかんの出作が行われてきた。石灰岩の路頭が見られて、明治時代に一時は島外から事業者が入り込み盛んに石灰の採掘が行われて、 島の形が変容するほどであったが、資源の枯渇と共に島を去っていった。現在では巨大な採掘跡は、水源地となっており、島民を潤している。戦国期には、村上水軍の出城が築かれていた。江戸期には、伊予松山半領で、瀬戸内海航路の穂船の中継地となる。石前村の系府。 町村聖志工事、大下、関前村、岡村、2005年1月16日、新設合併、新、今治市発足、今治市今治市、朝倉村、玉川町、並方町、大成町、菊間町、吉海町、宮久保町、博多町、上浦町、大三島町、 今治市以下の市町村の平成の合併以前の、系府は、それぞれの市、町、村の記事を参照のこと。自然村の大下と岡村等、そのまま大技とした。行政区としては、正代下を加えた三つ。それぞれで、一つの島を成している。平成の合併で、今治市の一部になってからは、行政区名の前に、赤前をつけて、大技は省く。 前州浄土新州新本州その他なしかつては、正大下校があった。かつては、赤前村立岡村中学校と赤前村立大下中学校とがそれぞれあった。村内には、高等学校がなく、旧今治市内へ行かざるを得ない。なしなし村営フェリーにより、今治港を呼び、大崎下島、大崎上島と結ばれている。合併後は市によって、 今治市営フェリーとして運行されている。村内に、鉄道はない。最寄駅、JR 四国予算線今治駅あるいは、JR 西日本呉線公駅村内に、国道、主要地方道はない。岡村島と大崎下島は、橋で結ばれている。合併後の2009年には、呉島で架橋を利用することで行けるようになった。ありがとうございます。